ありがとう。ま、夢叶ったらこうなりますわな。まあ、そうなるだろう。いやもうめちゃめちゃ嬉しいよ俺は。まあ、何が起きたのかと言いますと、はい。まあそれはちょっとまだ置いときまして。まあ元々リーダーである私正義っていうんですけど。言っちゃうんだ。すげえ赤裸々だ今日。正義の夢っていうのが。うん、数えきれないほどありまして、で僕はでもその夢は全て叶えれると思っていま いまして自分の夢はもう当たり前に叶えようとっていう考えを持っていて、自分と突き進んでいくっていう決意を持ってくれたメンバーの夢まで俺は叶えたいなっていうのがまた新たな夢で1年前ぐらいからあるんだけど、それの今回ノリの夢を、ね、叶えたということ。あの僕は昔ね事務所に入っていて、そこで歌をやってたんですよ。そうだね、エスに入る前に、まあ、ある日にカラオケ行きまして、そこで正義と2人で行ったんだけど、そこで、ね、正義がね僕が出せない高音がめちゃめちゃ出る。高音しか出ないですけど、うん、でいやそこでなんかビビッときて、今後ね機会があれば歌やろうよと言われましたね、1年前ぐらいちょうど、うん、まあそこでその意見を聞いて、今はまあ YouTube で精一杯だし、うんうん、そういう時期ではないなっていうのを1年前は思っていて、まあただ自分についてきてくれてる仲間なので、その夢はいつか絶対叶えようっていう気持ちで、まあ1年間頑張ってきて、でまあ別に今も YouTube に全力なんですけど、あるイベントで夢のまた夢っていう企画でふざけて作った曲を披露したの。そうね、したら結構なんかついてくれてて、うん、その曲がめちゃめちゃ好評で、なんかライブも大盛り上がりで、そういうのを見て、まあ、俺の夢っていうのは人を楽しませたい、人の心を動かしたいっていうのが夢なんで、うん、まあ、それを見て、あ、歌って、まあ、上手いとこも大事だけど、うん、気持ち、その気持ちを伝えて何か元気になったりしてもらうことが大事なのかなって思って、それが自分たちにできるんだっていうのを感じて、ちょっとずつやってみたいなっていうの。さっき高音がすごいって言われたんですけど、ほぼ素人で、ほぼっていうのは大学生の時にカッコつけてトレーニングみたいなとこ通ってたんですよ。あ、やってたよ。そうなんだ。嘘。半数耳なんで3ヶ月だけなんだ。それのおかげでその高音がめちゃめちゃ出るような。すごい出んのよ。素人ではないかもしれないけど、ほぼ素人。ほぼ素人。お茶元プロという。まあそこでとりあえずイベントに来てくれる人楽しませるコンテンツとして一曲作ってみようとなったわけなんですけど、もう夢のまた夢のように1時間あれば全部できちゃうようなふざけた曲じゃなくて、そのイベントでね歌の影響力を知ってガチで作ろうと思って今回さらに3ヶ月間ガチのプロの下で修行してプロの方と一緒に曲を作りました。やっやっちゃったよ。僕と大輝とリボンとノリ、この4人で3ヶ月間トレーニングちょくちょくね、うん、しておりまして、先日レコーディングが終わりました。歌詞も全部僕たちで考えました。楽しかったね。楽しかったもうほんと1日2日かけてずーっと考え込んでできた曲なんですけど、うん、夢のまた夢はほんとなんかもうなーなーほんとノリですもうこの曲に関してはちゃんと背中を押したい、応援してる、頑張る君たちを、みんなを応援したいっていう気持ちで作らせていただきました。夢のまた夢とは違ってちゃんと思いこもった歌になっておりますので、こちらお聴きください。どうぞどうぞどうぞ。ひたすら夢へと走り続ける、ただがむしゃらに突き進む、もう君に出会えた奇跡に今ありがとう。はい、ということでどうでしたか。いやもう全部聞かせてよ。すごいよ、全部聞かせてよ。夢のまた夢歌った人たちプロの指導も入ってるし、うん、意外とすごい曲になったじゃん。一つ思ったことが、4人歌ってたじゃん、うん、それぞれの歌のね、ジャンルは違うんだけど、みんなすごいね、センスを見せる。おーと思って、え、なんか、俺いけんじゃねえかなと思ってまあでも決して間違いないでほしいんですけど、デビューとか全くする予定ないです。ただイベントに向けて、そのイベントで来てくれてる人たちを楽しませたいっていう気持ちで作ってるだけなので、デビューとか全くないですけど、ノリさんの夢、歌を作りたい、うん、夢を叶えたということでございます。いやもうね、作ってる途中あの歌詞とか考えてたじゃん、にやけが止まんなかった、ね、にやけ止まってなかった朝から晩までずっといたもんね。ほんと12時間かけて、ね、部活みたいになってたよ。部活みたいな、オーケーイハイタッチそれぞれそのパートごとに歌っていくんですけど、はい、プロの方から OK が出るたびに
おいお疲れ。歌詞さ、正義とかまあみんなで考えたけど、伝えたい思いがあったからさ、うん、すごいすんなりどん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 いい言葉が出てきたよね。そうだね。で今回もう絶対にこれ俺らってわかんねえなと思って聞いて、改めてあの企画が帰ってきました。なんだ車で流したら俺たちが作ったのでもバレないんじゃねえか。イエーイ。帰ってた前のメインでやってた大好評企画だったんですけど、1年半かけて第2弾第2弾がもうガチガチなんだ。ガチガチじゃん。そうで今回たまたまスケジュール的にタツキだけ合わなくて、この企画やるチャンスだと思って、タツキは何も知りません。やばいね。これ俺らがトレーニングしたこともレコーディングしたことも何も知らない。この状態で車で明日あいつに流そう。やばいじゃん。この曲のフルバージョンが PV を撮影して、 PV が出来上がったら後日上がる予定なので、そこでフルは聴けると思います。皆さんも楽しみにしていてください。ということでイベントで早速解禁しますので、皆さん盛り上がる準備をしてください。それでは明日になれ。今さ、ターボと俺がハマってるアニメなのよ。あれか。曲がさ、めっちゃいいのよ。なんかワンドラみたいな。青春とミステリーを混ぜたようなアニメ。ちょっとハマったらないんで、ウェブにしか。いきますよ、当ててくださいね。いいよ。何のアニメでしょうか。なんかアニマっぽい入り。アニマじゃないんですよ。あんまり有名じゃないよね。今駆け出しっていうか。え、何のアニメなの。え、犬屋敷とか。今やってない。今やってない。全然わかんねえけど。アニソンっぽい。アニソンがあったらなんかテンション上がりそう。これかっこいいね。かっけえ、かっけえ、かっこいいよね。かっけえ、好きだ俺。結構熱いもんね。熱いよ。だから後であれ、俺に曲名教えて。ダウンロードする。なんかパソコンでないとダウンロードできない。あ、そうなの。全然わかんねえけど。だってどのアニメでもありえそうなんだもん、これ。ST が歌ってまーす。マジで？マジで？褒めすぎたわ。でもこれ知ってから言うのもなんだけど、普通にマジでいい。やばいでしょ。どうした？これタツキにだけ言わないで、みんなでガチのレコーディングとか言って、その上でプロが一緒に作った曲なんです。いつの間に？そんなレコーディング行く暇あった？あの6人がだけ人の時やった。あー、あーもううせぇ。ラップフェスタリボン。え？そうです。あ、そうそうそう。リボン。もう一回聞かせた。一人さ、急に低いとこあった。あったあったあった。高い気。マジで？あとはオルトノリンが。ノリン。ノリン。オルトノリンがメインで歌ってる。全くバレませんでした。やばいだろ。やばいだろ、こんな。イベントでなんと、大阪から初解禁。おぉタオル持ってきてください、皆さん。タオル、この
しくお願いします。次の動画で会いましょう。バイバイ。君の人生を楽しもう。